皆様おはようございます。さくらんのランです。現在朝の7時半頃で今起きました。仕事の滞在メイオーバーでワシントン DC のエリアにおります。今日もこれから仕事で9時半、あと2時間後ですねに下のロビーに集合して仕事を始めます。で、今日はフライトアテンダントの1日を動画に収めていけたらと思います。それではどうぞ。とりあえずこの布団を適当にまずは直します。 iPad 忘れないようにして、たまに布団の中になんか紛れ込んでて忘れ物しちゃうので、一応軽く直します。よいしょ。あ、曇りか。あらららら、ちょっと雨っぽい。なんか、あ、かなり雨っぽい。ガビーン。とりあえずこっちも開けて、よいしょ、よいしょー、はい、よいしょ。で、お水飲みまーす。普段だったらもっとプハーって感じなんですが、ちょっと動画を撮ってるので、ね、控えめにしてみましたこの椅子めっちゃ可愛くて、なんかこんな可愛い可愛い、後ろの電気も変わる。あ、逆光。大丈夫か。まあいいや。とりあえずお顔洗います。悲しいニュースがあった。私が使ってる化粧水とかなんですが、この真ん中のやつ、これがもう全部負けちゃって、しかも仕事用のカバンの中の半分ぐらいあったんですけど、でちゃんと閉まってなかったみたいで、ほぼほぼ全部もう空っぽですウェブオーダーしてたのが早く届くといいんですけど、それまでちょっとこれは使えません。ここにニキビが、これ、つらい。そう、袋に入れてたんですけど、袋の中で負けて、しかもその袋がちょっと開いてたんで、もう悲惨でしたじゃあお化粧していきます。髪めっちゃ切りました。もう私が復職する2日ぐらい前かなに切ったので、もうほぼほぼ短い。しかもこのちょっと長い部分もう言うて少ないんで、実質だいたいこの長さ、この長さです。この長さね、似てない。めっちゃ大事なシーディング。せしました。こんな感じです。で、見せたいものがあるんですが、これ見てください。あ、これは持ってきたやつなんですけど、これここの近くにトレジョがあっていっぱい買っちゃいました。カレーです。これ下までずーっと本当にもうそこまでもうカレーみたいな。合計で30袋買いました。アメリカでレトルトのカレーってめっちゃ高くて、アマゾンとかでも多分結構1袋3ドルはする。まあ私はインドカレーも好きですし、しかもなんて言ってもめちゃくちゃ安いので大量買い30個買ってきました。ホテルまで持って帰ってくるのめちゃくちゃ重かったんですが、もう満足です。来月のシフトも乗り切れそうです。ではちょっと軽く朝食を食べていきます。食べるというか飲むっていうか、チョコプロテインです。プロテインじゃなくてもなんかミロとかでもいいんですけど、今ちょうど9時ぐらいです。あと30分、まあ、ちょっと早く行きたいのであと20分ぐらいですかね。で下に行きます。ああ生き返る。昨日トレジョで冷凍ブルーベリー買ったんですけど、なんか冷凍庫機能がそんなになくて、冷凍なのにほぼ溶けてます。うん、ちょっとシャリシャリ。美味しい。前に中国系のクルーと一緒に遊んでた時に話してたんですが、このジップロックごと食べるのはなんかアジア人あるあるだね、私もやるよみたいな感じで言われて、ほーって思った記憶があります。めっちゃ視力良くなりそう。意外とブルーベリーとチョコのミックスが美味しい。というわけでこちらレッドベルベットケーキを注文しました。中がちょっと見にくいんですが、まあ今日のおやつにしたいと思います。もうちょっとゆっくりする時間が今日はなくて、今やっと一息ついてるかなといったようなタイミングで、ちょっと動きますね。で、今日はまず朝11時、朝11時発のワシントン DC にある空港 DCA の方2つあって、レーガンっていう国内線を主に飛ばしている空港とダラス空港っていうインターナショナル飛ばしている空港がありまして、でまあ私が行ってたのは DCA ですね。ワシントン DC のセンター中心街にすごい近いところにある空港で、まあそこでの滞在だったんですが、今日朝からまた仕事でして、 DCA から今ここシカゴに来ております。 DCA から、DCA はこの東海岸のこのもう端っこ海岸沿いにあるんですが、そこからシカゴまで内陸側に入ってくる便でした。遠いかなと思ってたんですが、めちゃくちゃ近かったです。実際の飛行時間は1時間35分でした。なのでもう本当にあっという間ですね。ただこの便は全くサービスがなくてですね、もうちょっと長い便になりましたら、いつもお見せしているこう袋にお水ボトルと、あとプレッツェルでふきふきシートが入ったああいうものを配るサービスがあるんですが、このフライトは短すぎるので全然サービスがなくて、もう逆に長く感じました。ここシカゴで1時間40分ぐらいのシットタイムがありまして、シットタイムっていうのは座る時間休憩ですね。なので、ちょっとうろうろしてスタバでちょっと一息ついて次のゲートに向かってるっていう風な感じです。でここから次は、シカゴからフロリダにある、PBI ですね、パームビーチに向かいます。でパームビーチからここにまたシカゴに戻ってくるので PBI タウンと呼びますシカゴ PBI シカゴなので、こう行って帰ってっていうのをターンっていうんで、PBI ターンをシカゴからやって今日の一日は終わりです。なので今日は、3レッグ、あ、4になってる、4になってる、3レッグですね。3レッグ飛びます。いやー、私復帰して初の1日3レッグの日です。今までずっと2レグか1レグだったんですが、なのでちょっと3レグ体力的にきついかなと思うんですが、今日乗り切りたいと思います。とりあえずさっき機内でスタバのこのパウダーのコーヒー、インスタントのコーヒーを飲んだんで、それでカフェイングッとブーストしたんで大丈夫だと思います。はい。というわけでホテルに入りました。今日は朝いたホテルとは違ってなんかクラシックな感じのホテルです。ただいま現在現地時刻が、シカゴ時間で9時前ですね。これで今日のお仕事は終わりとなります。私の一日いかがでしたでしょうか。朝はそれほど早くなかったので長い一日のように見えて、実はそうでもないかなといったような感じです。はい、朝早くなかったって言っても7時半に起きたので、シカゴ時間だと6時半ですね。まあ普通かなって感じです。それではこれから、シャワーを浴びてすぐ寝たいと思います。今日の滞在は、10時間ぐらいなので本当に急いで寝る支度をします。それでは本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がもし面白ければいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。